はい、どうも、そのぐちずひこです。それでは今回なんですけども、月末は高確率のペイペイチャンス、11月にペイペイチャンスのキャンペーンはお休みということでやってきました。月末ペイペイチャンスの動画ですね。まあ、若干もう僕の中で恒例となりつつあるこの企画なんですが、今回は実写の動画も交えてお伝えしていこうと思います。まあ、初めてこの動画を見る方のためにこの企画を簡単に説明すると、現在 PayPay ではこのようなキャンペーンがあります。100回に1回の確率で最大1000円相当や、あとは25回に1回の確率で最大100円相当が当たる、毎度決済するたびに実施される PayPay チャンスというくじがあります。で、これに関する動画をこれまで何度か出させていただきました。そしてなぜこの10月31日にするかと言いますと、ペイペイチャンスはなぜかしら月末はちょっと高確率で僕自身は当たってるんですよね。まあ多分たまたまと思うんですけども、まあもちろんこれに関しては僕だけかもしれないので、これに関してはあまり信じないでください。そしてこのペイペイチャンスなんですけども、以前動画でもお伝えしましたが、11月は残念ながらお休みとなります。で、12月は問題なく開催されるとのことでしたので、まあそういうことであれば10月のうちにペイペイチャンスもう一回やっちゃおうということにしました。で、ここからは実際にペイペイで4回ほど決済をしてきましたので、前回と同様にキャッシュレスの神社でお参りに行った動画もあるので、まずは実写の映像からどうぞ。ということで、自社の映像でした。まあ、今回も見事にこちらのキャッシュレスの神社ですね。鳥飼八幡宮にて大吉を引くことができました。そして、ここからは一つ一つ、ペイペイチャンスの結果を見ていこうと思います。まずはじめは、まあ、ジャブ程度に、セブンイレブンにて、有機むき甘栗とカリカリ梅を購入しまして、この結果は、じゃんということで見事に外れました。まあまあ、最初なので、まあ、よしとしましょう。続きまして2回目は博多だるまというラーメン屋さんにて、ラーメン以外にも、まあ、替え玉やサイドメニューも頼みました。まあ、ここのお店に行くのは、まあ、2回目ぐらいで、ペイペイが使えるようになっていたということと、まあ、キャッシュレス出社還元の 5% のお店だったんで、今回は行ってみました。そして気になるペイペイチャンスの結果は、じゃんということで、こちらも外れてしまいました。まあ、ご覧の通りですね、キャッシュレス消費者還元の街角ペイペイのキャンペーン合計 10% が還元されてるのみでしたね。けどまあ 10% 還元されるだけでもやっぱ嬉しいですね。で、気を取り直して3回目はこちらのスーパーにて食材を購入してきました。まあ、先ほどのラーメン屋さんと同様に、こちらもキャッシュレス消費者還元のお店でした。そして気になるペイペイチャンスの結果は、じゃんということで、こちらも残念ながら外れてしまいました。まあ、ご覧の通り、キャッシュレス消費者還元の、街角ペイペイの分も踏まえての、まあ、10% 還元のみということですね。そして、最後4回目ですね。皆さん、お待ちかねのセブンイレブンは、バナナチップスチョコの出番がやってきました。まあ、おみくじも今回は大吉。そして、これまで動画のたびに1回は当たっていたんですが、今回はどうなるのか、まあ、果たして気になる結果は、じゃんということで、なんとなんと見事に外れてしまいました。いやまあそんなにうまくいかないもんですね。まあ多分バナナチップスチョコに対する気持ちが足りなかったかもしれません。まあそんなこんなで今回は月末のペイペイチャンスについての動画でした。まあこれまではペイペイチャンスの動画は奇跡的に1回は当たってるシーンがあったんですが、まあ今回は全部外れということで、動画のオチ的にはちょっと物足りなさを感じたかと思います。けどまあこれはこれでリアルな部分もあってありなのかなと思いますね。11月にはペイペイチャンスはありませんが、また12月のペイペイチャンス復活に向けてペイペイにはこれからも頑張ってほしいところではあります。まあ一応下の概要欄に念のためペイペイチャンスに関する公式のリンクも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。